はい、皆さんこんにちは、阿部の生命です。まあ、こういうの買ってみましたよ。早茹で、まあ、1.6 ミリあるけど3分間。そしてね、これがね、まあ、4本入って 400g。 1人前はね、1本、まあ、100g だそうです。そして、まあ、一般的なね、まあ、パスタはこんな感じで長いんですけど、あらかじめですね、まあ、半分に切ってあるんですね。私はいつもこうやって長いやつを、まあ、茹でる前にね、こういった感じで、まあ、折ってね、やってるんですけど、折ったものがですね、散らばって、まあ、大変なんですね。うん、今お湯が沸きましたからね、ちょっと始めましょうかね。まあ、これね、茹で時間がちょっと微妙に違うんですけど、まあいいでしょう。あ、なんでね、まあ一人前とちょっと、まあ、作ってしまうかというと、まあ、こちらにね、バジルトマトという、まあ、レトルトの、まあ、パスタソースがあるんですけど、2人前 250g なんですね。だから、こういったソースはたっぷりの方が美味しいから、あ、ちょっと待ってください。これ入れちゃダメなんですね。お湯を入れてっからね。うん、なかなか順番ってものがあって、まあ大変なんですよ。まあお湯の分量はね、100g に対して1リットルだそうです。まあ1リットルって言われてもね、これ 800cc です。まあ、少しね、まあ少なめなんですけど、まあいいかな、みたいな。で、沸騰してからお湯を入れる、あ、お湯じゃなくて、お砂糖じゃなくて、お塩を入れるんだそうです。面白いね。もうこれね、沸かしてあるんで、すぐに沸騰すると思います。このぐらいでいいんじゃないかな。もうね、沸騰してるからね。いきますよ、ね、小さいお鍋でもね、まあ、全然大丈夫なんで。すごい分量ですね。でもね、本当に 100g で1人前なんですかね。なんか2人前ぐらいありそうですけどね。そしてまあこれですよね。そんなにね、まあ、かき回さなくて良さそうです。ここね、チャックがね、ここに閉まるそうですよ。ここのところ。シーンと。今、湿気がね、湿度が高いから。まあ、なんでね、こんなに早くていいかっていうと、ここは切れ目が入ってるそうです。そうすると、茹で上がるとですね、まっすぐなるんですけど、丸くなるんですけどね。うん。まあ、アルデンテで3分なんだね。まあ、5分ぐらいでいいかなって気がしますよね。うん。時々かき混ぜて3分間って書いてあるもんね。差し水はしません。そして、ザルにあげるのは素早く、水にはさらしてはいけません。そうですね、オートじゃないですからね。私もうっかりね、
水にさらした時あったけど、まあ全然ダメですよね。でも 100g につき1リットルっていうのはかなり多いですよね。これ 800cc のお湯です。およそ 150g 分入ってますからね。お鍋はね、蓋越しすると吹きこぼれますね。かなり、まあ、お店でパスタなんかいただくと、すごい分量になって出てきますからね。まあ、高崎はね、なんかパスタの街みたいな感じになってて、まあ今ね、まあ、スタンプラリーっていうほどのラリーじゃないんだけど、まあ、高崎駅のね、構内にね、まあパスタ日っていうかな、まあ大きな顔出し看板があったりとかね、本当はね、まあね、高崎駅行って顔出し看板に、まあ、顔出してきたいんだけど、今ちょっと小田区くんがですね、まあ、お店の方でちょっと修理されてるんで、まあ、手元にないんですよね。そんなわけでセルフタイマーで撮れる写真機がですね、ないんですね。まあないことはないんですよ。ないことはないんだけどね。これがね、まあ、コダックくんの前のペンタックスくんなんですけど、輪ゴムで止めないとですね、ここ、電池の蓋がですね、閉まらないんですね。ね、こんな感じになってるから。これでもセルフタイマー使えるんですけどね。ね、大丈夫でしょ。なんかおかしい。撮りましたよ。ペンタックス君どうやってセルフタイマー使うか忘れちゃったな、もうね。あ、あったあった。セルフタイマーのボタンありますね。もうね、こっちの、まあ、切れ込みの入った3分のやつはいい感じになってると思いますけど、まあ、今までのね、5分用のやつが混ざってるから、まあ、ちょっと上げるわけにはいかないんですよ。うん、もういいかもしれませんね。これで5分は経ってます。じゃあ今開けてきちゃいますね。パスタソースです。ちょっとあれかな、お湯の量が少ないかな。
とまた追加でお湯を足すんですよ。このくらいあれば十分だけどね。あ、何分ってあるかな、これは。まあ、今さっきの茹でたお湯なんですよ。5から7分も？茹でたてパスタがこんな状態になってます。すごい分量だね。コーヒーでも。すごい。ちょっと弱くしよう。今沸かしたのは水道水ですよね。水道水でコーヒー飲んでもまあいいことはいいんだけど、まあちょっとよしとこうか。まああとはね、これがまあ5分か6分あったまってね、まあそれをね、まあかけて。どのお皿がいいかな。今回はね、まあ、大量なんでこの大きい白いお皿です。あ、ちょっと茹でるのを見ててもしょうがないからこっちへ。そうですね。すごい量。なんかあれですね、くっついてますね。これでおよそ半分くらいかな。この状態でね。まあ暑いですから気をつけましょうね。
水が足りますね。こんな感じでね。いきますよ。まあ2人前なんでね、全部かけちゃうと残しておいたのが大変だから、うん、このぐらいでいいんじゃないかな。このぐらい残しておけばね、半分。はい、出来上がりです。それではね、まあ、こちらこれね、コーヒーにね、まあ、牛乳かなと思って入れたら飲むヨーグルト入れちゃいましたね。これは、まあ、ジャパニーズピクルスみたいな、お漬物、味噌漬けですね。また、顔見えた方がいいんでしょう。こういった顔なんですけどね。相変わらずですね。まあ、これ、そそおかしいよね。あ、まあ、美味しいですね。まあ、一瞬チョコレートかなみたいな、そんな感じになりますね。はい、これがね、パスタソース、バジルトマトってあったかな。うん、ボノはい、もうね食べ終わっちゃう。すんごい、やっぱりあれだね、パスタっていうのは入るもんだね。まあ多いかなと思ったんですけどね、これ全部いけちゃいますね。すーご。お箸でね。どうでしょうか。はい、いいでしょう。あ、ついちゃったの、うん、よいしょ。どうでしょうね。うん、まあこれね、本当にバジルトマトっていうソースですけど、まあ、ミートソースなんだけど、そのミートの部分がかなり抑えられていますね。まあ、ないことはないですよ。ないことはないんだけど。だから、ナポリタン風にはなるんだけど。また、他のね、まあ、ボンゴレだとか、あとはなんだろうな、ペペロンチーノとか、そういった類のね、ものだったら、もっと美味しくね、いただけると思います。十分美味しいですよ。うん。もう何回すればいいんですか。ご視聴ありがとうございました。